ここに記憶のかけらと祝福を与えん。誰だあんたは。カモじゃねえのか。カモ見たところネギはしょってなさそうだけどな。ちょっとみんな、何いきなり絡んでるのよ。ごめんなさい、びっくりしたでしょ。ああ見えて決して悪い人たちじゃないんだけど、あなたお客さんよね。私が案内してあげるからついてきて。でも随分珍しいわ、こんなボロ酒場に。それも真っ昼間から来るなんて。あ、でも誤解しないでね、ここは何も悪い店じゃないんだから。建物はボロボロだし、常連の素行もとてもいいとは言えないけど、なんていうのかな、温かみがあって、一品料理とかのお食事メニューもこれがまた結構いい味出してるのよ。あ、足元を気をつけて、その床もうすぐ抜けそうなの。さあ席に着いたわ。で注文はどうする？どうやらお酒を飲みに来たってわけでもなさそうだし。そうね、おすすめは顆粒トムヤムクンなんてどう？ピリリとした辛みと程よい酸味がいい感じの、ここの人気ナンバーワンメニューなの。そう、それにするのね。飲み物は水でいい？え？なんか言った？ジャック？ジャックなら今頃奥のどこかで寝てると思うけど、あなたもしかしてジャックに勝負を挑みに来たの？テーブルについて料理まで注文したから全然気づかなかったけど、そうね、ちょっと聞いてきてあげる。機嫌がいいなら相手をしてくれるかもしれないし。じゃあ少し待っててね。おい、聞いたか？あそこにいるやつ、ジャックに勝負を挑むって話だぜ。ああ、確かにそうみてえだな。また面白いもんが見れるかもしれねえな。どうだか、ジャックが本気になることなんざ、そうあることじゃねえからな。はい、これが注文の顆粒トムヤムクンよ。熱々のうちに一気に食べきるのがツーってものよ。それでジャックなんだけど、今回はパスしてくれだって。どうもまだ昨日のお酒が抜けないらしくって、起き上がるのも億劫らしいわ。ごめんなさい、わざわざ足を運んでくれたのにね。よし、それじゃあこうしましょうか。私と勝負して勝てたらもう一度お願いしに行ってあげる。私が負けたとなれば、あいつもあなたに興味を持つはずよ。意外？こう見えて私もやるの、ギャンブル。私の名前はハル、伝説のギャンブラー、キングの娘。表世間じゃ知られてないけど結構有名よ。ただし手加減はしない。私に負けたらすぐに帰ってもらう。それでもいいならやりましょう。じゅん、それじゃあカード。カード引かなくていいの？私の
ま、あら、そんなに引いちゃって大丈夫？あなたの勝ちよ。おめでとう。さてと、どうやら勝負はついたみたい。おめでとう。あなたの勝ちよ。驚いた。なかなかやるわね。いいわ。あなたのこと、ジャックに話をしてきてあげる。なあ、あいつ、ハルちゃんに勝っちまったぜ。見てえだな。こりゃいよいよ面白いもんが見れるかもしれねえぞ。寝たりねえな。見慣れない奴がいるな。もしかして、ハルが言ってたのはこいつのことか？ああ、やっちゃった。ほれ見ろ。俺の言った通りだろ？ジャックのやつ、やっぱりあのボロ床を踏み抜きやがった。へへ、確かに。だがなんだってか、ギャンブル以外のことに関しては点で運のねえ野郎だよな。てか、単に鈍いだけか。あ？今言ったなてめえが、いつでもやってやるぞこら。はいはい、そこまで。喧嘩なら外でやってよね。この酒場がこれ以上ボロになったらどう責任取るの？それとジャック、その床はちゃんと自分で修理しておくのよ。なんで俺が？ギロ。あったよ。めんどくせえ。ハルちゃんが来てからジャックのやつがおとなしくなって本当助かりだぜ。ああ、まったくだな。待たせてごめんね。約束通りジャックを連れてきたわ。で、俺と勝負したいやつってな、目の前にいるこいつのことだな。そうよ、ご名答。はあ、パッと見は大したことはなさそうだがな。そうやって油断して足元すくわれないようにしなさいよ。さっきの床みたいにね。ちっ、自己紹介が遅れたが、ジャックだ。よろしくな。まあ、何はともあれ、まずは酒だ酒。おい、ハル、ウイスキーだ。もちろんロックでな。はあ、ジャック、あなた二日酔いじゃなかったの？ああ、それなら大丈夫。昨日の酒なら、たった今冷めた。おれ、ハリーアップだ、ハル。ああ、ほんといい加減な人ね。ハルのことが気になるのか？まだまだ色気の命もねえが、なかなか見込みのありそうな娘だろ。それが突然何を好き好んでが、こんなむさ苦しい場所で働くだなんて言い出しやって。まあ、そんなことはどうでもいい。しかしあんたもまったく度胸が据わってるよな。こんなバスへのボロ酒場に一人で乗り込んでくるなんてなかなかいねえぜ、そういうやつ。話弾んでるみたいね。はい、持ってきたわよ。ああ、ありがとな。で、仕事に戻らなくていいのか？こんな面白いものを前にしてお店なんて手伝っていられないわ。マスターにも伝えてあるから
見学させてもらうわよ。はあ、まったくいい加減な店だな。まあ、い、さっさと始めるとするか。よ、あんたが挑む勝負だ。なんで勝負するかはこっちで決めさせてもらうぜ。俺の最も得意とするギャンブル、ポーカーで勝負だ。それじゃ早速始めるとするか。まあお互いせいぜい楽しもうぜ。星2個の勝負か。いいぜ、俺ならいつでも受けてやる。なんだやめんのか。そんな逃げ腰だと勝ちが遠のいちまうぜ。逃げるのか。だよな、まったく。別にか。思った通りの手札かい？ちょいとばかし。さあ、星いいぜ。だがいつも勝てると思う。よし、どうだ。だがいつも勝てると。ちょいとばかし。お、
リーズ、どう？リーズ、俺リーズ、どうだ？へへ、やる。だがいつも勝てると思う。よし。だがいつも勝てると思うなよ。すべての星を取られたか。喜べ。あんたの勝ちだ。なるほど。いい腕してんじゃねえか。言い訳はしねえ。俺の負けだ。おい、マジか。ジャックに勝っちまいやがった。バカ。ジャックが本気じゃねえのは分かってるだろ。ま、それは相手さんも同じことかもしれねえけどな。そう、そうだな。でも、とにかくいい勝負だった。早くも注目の的ね。まあ、これくらいやれれば見せ物としても十分だってこった。負けたな、悔しいが、俺も久しぶりに純粋にギャンブルを楽しめた気がするぜ。ほんと、見ていて私もポーカーやりたくなったもの。まあなんだ、気が向いたらいつでもここへ来な。その時はまた相手になってやるから。言っとくが、俺の実力はまだまだこんなもんじゃねえからな。そんなこと言って、やけどするのはジャック、あなたの方なんじゃないの？言いやがる。それはともかく、私もジャックと同じ気持ちよ。いつでもここへ来てね。そしてまた勝負しましょう。いいか、必ずだぜ。勝ち逃げは許さねえからな。そう、今日はもう帰るのね。それじゃ、また会えるのを楽しみにしているわ。